何か忘れてない？何かって？ああそうだ、緊急電話を点検する日だ。忘れてたよ。どうもありがとう。ああ海岸道路の標識が倒れてるから直してきてくれるかな。わかった。ランラランラランランラランラランやあアンバー。おうヘリー、今日は何するの？今日？昨日新しいお薬が届いたからそれを片付けるのよ。そうか。うわっ冷たい。あヘリロイ、ごめん、トラックを掃除してたんだよ。ひどいよ、今日みたいな日に水をかけて。今日みたいな日？いいよ、もう何にも話さないから。ヘリー、ちょっと私のところに来て。なんで？話があるの。話？これね。うわやっぱりジンは覚えてると思ってた。もちろんよ、早くメアリーに届けてちょうだい。なんで？決まってるでしょ、今日はメアリーの誕生日じゃない。そうなの。メアリーのために用意したびっくりプレゼントなんだから。じゃあお願いねヘリー。じゃあ僕は。何？ジン、今日が何の日か本当に知らないの？今日メアリーの誕生日でしょ。ジン、びっくりした。どうして怒るのよ。いいよ、君たちとはもう何にも話さないから。どうしちゃったのかしら。メアリーはいいな。はーい。あ？ママこれ見て、誰かがプレゼントをくれたの。はあ、任務完了。ひどいや、どこか遠くへ行こうかな。バイバイみんな、僕の誕生日を忘れる友達とは一緒にいられないよ。ヘリー戻ってきて、もう誕生日を忘れないから。後で泣いたって遅いんだから。だって僕は遠くへ行っちゃうんだもんね。ジン、大変なことが起きたの。今すぐ広場に向かって。了解、すぐに行くよ。今日は僕の誕生日なのに。でも頑張ろう。どうして真っ暗なの？ボリー、アンバー、ロイー、みんなどこだろう。あーヘリースプーキー、どうしたの？ヘリー、スプーキー、しっかりして。じゃじゃーん、おめでとうヘリー。うわー、お祝いしましょう。街の状況はどう？あまり良くないわ。風のエネルギーまでなくなっちゃいそうなの。あら？はい、こちらレスキューチームです。あ、スプーキー。ジン、大変だよ、街が真っ暗なんだ。それに動けなくなったみんなが助けてって大騒ぎしてる。なんですって？僕怖いよ。大丈夫だよスプーキー、僕らが何とかするからね。ジン、何かエネルギーを作るいい方法はないかな？ああ、こういう時、強い風でも吹いてくれると助かるんだけど。ねえみんな、いい方法が見つかったわ。予報ではもうすぐ西から強い風が吹く。
これなら風の力で必要なエネルギーを作れるわ。本当に？急にどうしたんだろう。非常用のエネルギーがなくなったみたい。大変！システム異常が発生したわ。エネルギーを作る風車がうまく動いてないの。それじゃあ風が吹いても電気を作れないよ。どうしましょう。困ったことになったわ。諦めるのは早い。現場に行って風車を動かす方法を探すんだ。そうだよ、行けばなんとかなるかもしれない。やってみるよジン。分かった。だけどみんな急いでちょうだい。もうすぐ風が吹くわ。了解。もうこれ以上進めないわ。なんだって？実はさっきポスティにエネルギーを分けてあげたの。私はいいから早く行って。本当に大丈夫アンバー？私は大丈夫。もうすぐ風が吹くわ。急がないと間に合わないでしょ。分かったよアンバー、すぐ戻ってくるからここで待っててね。うん、待ってる。風車が正しい方向を向いていない。直接動かした方が良さそうだ。ヘリ、やってくれるかい？うん、もちろんだよ。ヘリ、大丈夫？エネルギーが切れちゃったみたいだ。ロイ、僕らのエネルギーをヘリに分けよう。了解。ダメだよ、それじゃあ君たちが動けなくなる。だけど今はそうするしか手がないんだ。時間がないんだよ。ケリー、できるだろう？うん、僕やるよ。よし。ケリー、もうすぐ風が吹いてくるわ。うん。